はい、皆さんこんにちは。今回はですね、こちら分かりますよね、ベンジャミンやりたいと思います。ベンジャミンシルバースターとベンジャミン、そして枯れたベンジャミンね。はい、今の季節ですね、このベンジャミンすっごく育てやすいんじゃないかなと思います。店頭にも結構並び始めているんじゃないかな。どうだろう、このベンジャミンフィカス系ですよね。だからゴムの木と同じ品種なんですけど、普通のゴムの木ね、ベンガレンシスとかアルテシマゴムとかウンベラータとかですね、こういうカシワバゴム、バンビーノなんかに比べると、やっぱりベンジャミン育てるの結構苦労されている方が多いんじゃないかなと思います。特にね、このシルバースターとか、今僕ねあまり持ってないんですけど、バロックとかそういうちょっと変わった品種に手を出している人たち、そして苦戦している人たち多いと思います。ベンジャミンですね、やっぱり見ての通り葉っぱが多いので、バラバラっと落ちることがですね、非常にあると思います。これはですね、環境の変化によって落としやすいということがまず第一にあります。なので皆さんが購入してきてすぐ、そう、ホームセンターの環境やお花屋さん、観葉植物屋さんの環境で慣れていた植物たちが皆さんのご自宅に移ったら、確実に環境変わりますよね。特に今から寒くなってきたら、ベンジャミン非常に環境の変化弱いです。ホームセンターとかずっとね、暖かい室内で育ってたのが、皆さんのお家に行ったらね、まあそうだな、逆に東北北海道地方はですね、常に暖かい部屋なのでいいと思うんですけど、九州とかですね、お部屋寝る前とかもう暖房切ったりするようなところはですね、バラバラ落ちたりすること多いと思います。そう、環境の変化とともにですね、寒暖差、これにはねちょっと弱いです。だからですね、もし置くなら、あんまり温度差がないようなところ、こういう場所で管理してあげるとね、割と丈夫な植物なんです。実はちょっと間違えるとね、こんな感じになっちゃうんで気をつけてください。じゃあどんな場所がいいかというとですね、ベンジャミンフィカス系なので割と寒さに強いです。どのぐらい強いかというとですね、皆さんが思っているよりは全然寒さに強い、こういうふうに思ってください。僕外でですね、冬越えさせたことあります。霜が若干降ったような時でもですね、外、まあ茶色くはなったりするんですけど、割と冬越え綺麗にしてくれましたね。なので寒さにはかなり強いです。0度以下、そうね、マイナス1度2度ぐらいまではギリギリ耐えれるんじゃないかなと思います。で、耐えれると思うかもしれないけど、皆さんあまりチャレンジはしないでくださいね。でも0度ぐらいまではね、いけるんじゃないかなと思います。先ほど霜をね、降りた時にも耐えましたって言いましたけど、これ 100% じゃないです。僕はね、壁際だったり、熊本市内とかですね、大都市圏ですね。まあ大都市じゃ熊本市内なんですけどね、人がなるべく多いところとか、交通量が多い場所なんかはですね、そういうところ、割と、これ、寒さにね、強いんで。よく軒下とかですね、玄関先ずっと置いてあるところを見るんじゃないかなと思います。はい、ということで寒さに非常に強いんでね、割と大丈夫です。で、風通しいいところにね置いてあげてください。耐陰性もね強いんですけど、あまり日陰に置きすぎるとやっぱりねバラバラ落ちます。で、バラバラ落ちるのがですね、こういうね普通のゴムの木たちに比べると葉っぱが多いんで、もう掃除がめんどくさいんで、あまり真っ暗なところとかはね置くのはおすすめしません。窓際なんかに置いてあげていると、冬の間でも暖かいとどん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 葉っぱ出してくれます。新芽出してくれますよ。そしてお水はね、乾燥にも強いんですけど、しっかりお水はあげてください。いつも言ってる通り、これだけ葉っぱが多いので水分は回してあげた方がいいです。冬の間
暖かいところに置く、明るい場所に置く、これだけに気をつけて、水気をつける人いませんね。水はしっかりあげてください、暖かいところで。でこの葉っぱみずみずしく冬も育ててあげてください。そうするとね、ベンジャミン冬の間もね、青々とした葉っぱ、そして白と緑の綺麗ですよね、この冬入りの葉っぱ保ってくれるんじゃないかなと思います。ベンジャミンシルバースターね、この斑入りたくさん出したい人ね、肥料をあげたり鉢植えをしたりあげかね、いろいろいますけど、僕はこの白の斑入りカポックとかもそうなんですけど、視聴者さんとかも実験されて、確定ではないんですけど、はっきり言えることはですね、鉢下げね、ギュッとちっちゃくしてあげたりしたら、ストレスがかかったからかどうかは分かりませんが、割と負が入ったりします。なのでね、これ見て分かる通り、もう半年以上こんな感じで育っているんですけど、一回りぐらい大きくなりました。全然この鉢のままでもね、どん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 大きくはなっていくんです。そしてこれをですね、一回り小さい鉢とかにあえてしても別にいいと思います。鉢が小さくて上が大きい、そう、こういう風な仕立てがですね、ベンジャミンはかっこいいです。鉢が大きくて上が小さい、これはね若干ダサくなるんで、ぜひね皆さん鉢は小さめで育ててあげたらね、とってもおしゃれなこのスタンダードタイプのベンジャミンがね、仕上がるんじゃないかなと思いますんで、ぜひチャレンジしてみてください。ベンジャミンはですね、ずっと大きくなりますね。私はベンジャミンなんか言ってですね、こう何メートルもあるようなね、ベンジャミンね、テレビとかで、ね、見たことあるかなと思いますが、風、光、そしてある程度ね、寒いところっていいと思います。暖かいところに置きすぎて風がないと肌荷がついたり、そう、貝殻虫が非常につきやすい植物でもあるので気をつけてください。適度な葉水は必要です。冬場は特にね、乾燥したなと思ったらですね、葉水かけてあげたり、暖かい日中にね、月に2度ほど葉水をね、バーッと外でかけて、ホコリを落としてあげたりすると健康に育つと思います。葉っぱが多い分、そして密度がですね多い分、中が蒸れやすくなってくるので、そういう風な状態になった場合はですね、やはり虫、病気にかかりやすいです。そういう風になったらですね、こんな感じになってしまいます。化石ですね、これはむごい状態なんですけど、こういう風にならないように気をつけてください。はい、いかがでしたでしょうか。今回ですね、ベンジャミンの簡単な育て方紹介しましたが、これ知ってるとですね、非常に育てやすいです。そして難しいと思っている人たちいるかもしれませんが、ある程度しっかりね、水をかけて乾燥させてあげる、そしてがっつり乾燥してからじゃなくても大丈夫です。お水を溜めてあげてください。はい、こちらにね、でっかいベンジャミンあります。ちょっとくるくるっと巻いた、名前僕わからないんですけど、ものすごい茂ってますよね。2メートル50センチぐらいはあります。10号鉢のベンジャミンですが、年から年中こういうふうにね、お水に浸かっています。ハウスは18度設定です。このぐらいでもずっと水を吸わせてあげているだけで、栄養とかはですね、まずやっていません。それでもこういうふうにね、元気に育ってくれるので、冬場だからといって水を乾燥させすぎると葉っぱ、これもね、カラカラになってバラバラ落ちたり病気にかかりやすくなるので、ベンジャミンはですね、みずみずしく育ててあげる、そして水をしっかり溜めて水分を含ませてあげても、風さえ与えていてあげれば案外簡単に育てることができる植物なんです。いかがですか、皆さん、ベンジャミン育ててみたくなったんじゃないでしょうか。こういう風にね、くるくるねじねじで育てられているベンジャミンたくさんあります。こっちも見てください。すんごい年季がかかっている植物なので、実はですね、高価な植物でもあります。そしてこのベンジャミンを上手に育てることができたら、この葉っぱが小さいタイプの植物はですね、ある程度クリアできたと言ってもいいんじゃないかなと思うぐらいの指標になる植物でもあります。ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。そしてね、この枯れた樹形
なかなかかっこいいんで、これはこれですね、撮ってて、まあ、バラバラ落ちてしまったらね、ダメなんですけど、これ、いいよね。これ、エアプランツなんか乗っけちゃったりして、面白いかもしれないので、枯れたベンジャミンは意外に活かせる。これも皆さん、着目してみたらいかがでしょうか。はい。ということでね、今回はベンジャミンの僕なりの育て方、紹介してみました。割と簡単だったでしょ。ぜひチャレンジしてみてくださいね。それでは皆さん、またね。バイバイ。